声の広報姫路一月号みなさんこんにちは令和最初の年明けです 皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。本年も、市政情報から旬のイベント、健康情報、街の話題まで、身近な話題を毎月お届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、声の広報姫路1月号を早速始めてまいりましょう。 今月の主な話題です。はじめに、年頭にあたり、市長清本秀康が皆様にご挨拶申し上げます。続いて、令和2年新春話題では、今年オープンする施設などの情報を、新春対談では、市長と本市姫路市にゆかりのある吉田正樹さんによる対談を、 平成31年令和元年市政重大ニュースでは昨年1年間の市政や主な出来事について振り返りますそのほか保険だよりやお知らせのコーナーなどです明けましておめでとうございます令和最初の新年の幕開けです市民の皆様には 輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます昨年を振り返りますと時代は平成から令和に変わり我が国にとって大きな節目の年であるとともに本市にとっても市政志向130周年という記念すべき年でしたそして私にとっても市民の皆様からのご支援を 姫路市民の皆様の3つのライフ命一生暮らしを守る重責を担う立場になり市長就任からこれまで身が引き締まる思いで日々職務に邁進してまいりました昨年の取り組みとして子どもたちのため 私立小中学校等の普通教室へのエアコン設置に続きトイレの様式化に着手するなど教育環境の改善を進めることができました。播磨姫路県域で最大規模の高度専門急性期医療を担う県立播磨姫路総合医療センター下厢については県に協力して準備を進めており 9月に無事寄港式が挙行されるなど令和4年の開院に向けて着実に整備工事が進められていますまた10月には姫路城と同じ世界遺産である英国北ウェールズの古城コンウィー城との姉妹城提携の調印を行い国際交流都市としても大きな進展がありました 本年はいよいよ東京2020オリリンンピピッック・クパラリンピック競技大会が開催されます。聖火リレーの実施やフランス柔道チームの合宿受け入れシッティングバレーボール女子日本代表チームへの支援など精一杯のおもてなしと応援で姫路から大会を盛り上げますさらに昨年日本中が熱狂した ラグビーワールドカップから令和7年の大阪・関西万博まで国際イベントが続くこの後期にインバウンド観光を推進するなど本州の魅力を国内外に広く発信し姫路を世界に誇れる街にしていきます本州のシンボルロードである大手前通りにおいては間もなく再整備事業が完了します 通りのにぎわい創出とエリア価値の向上を目指した公民連携の魅力向上プロジェクトを推進するなど新たなまちづくりをデザインしていきます現在、全国の自治体は人口減少、少子高齢化、東京一極集中、地域の過疎化など困難な課題に直面していますそのような中、 本市が発展し続けるためには都市全体の生産性を高めていかなければなりません多様性を尊重し市民の皆様お一人お一人が活躍できるように支援していくとともに市民の皆様の安全安心な暮らしを守り姫路の街をもっともっと元気にしていきます本年も市民の皆様の声に しっかりと耳を傾け、人に優しい姿勢、人を大切にし、人に寄り添う姿勢を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、念頭のご挨拶といたします。姫路市長、清本秀康。令和2年、新春話題。 活力あふれ人が輝く生きがい先進都市を掲げ三つのライフ命一生暮らしを守り支えていく様々な事業を推進していきますオープン着手情報です大手前通り再整備事業の完了 歩いて楽しい、大好きなお城への道をコンセプトに工事を進めてきた大手前通りの再整備事業が3月の北高区の工事終了をもって完了します。質の高い都市空間へと生まれ変わった大手前通りにおいて今後公民連携のプロジェクトを推進し さらなる賑わい創出とエリア価値の向上を図っていきます。私立小学校、中学校などの普通教室へのエアコン完備。教育環境の改善に向けて導入を進めてきた私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校の 普通教室などへのエアコン整備が3月に完了します。防災行政無線の再整備災害時の情報伝達の強化を図るため、旧合併四町のアナログ防災行政無線をデジカル化するとともに、旧市域にも屋外覚醒支局、 屋外スピーカーを増設しますまた姫路市の保有する複数の情報伝達手段と防災行政無線の連携機能を備えたシステムを導入します仮称中寺こども園の開園溝口保育所と中寺幼稚園を統合し養保連携型 認定こども園として仮称中寺子ども園を整備し4月から運営を開始します養保一体の運営により質の高い教育と保育を提供します林田チャレンジ農園の開園気軽に農業を楽しむことができる区画のほか 本格的に収納を考える人が知識や技術などを学べるロジック閣とハウスを備えた市民農園を4月に開園します。義務教育学校豊臣小中学校の開校、姫路市で3校目となる義務教育学校豊臣小中学校を 4月に開校します小中一貫教育を推進し学力の向上と人間関係力の育成を目指します文化コンベンションセンター開館に向けた着実な進捗令和3年9月の開館に向けてキャスティ21のイベントゾーンで姫路市の文化 芸術、マイス、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなど、推進の拠点となる文化コンベンションセンターの整備を進めています。イベント情報です。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組み、 東京2020オリンピック聖火リレーを5月24日、日曜日に実施します。姫路城三ノ丸広場では、セレブレーション、それぞれの日、最終聖火ランナーの到着時に、聖火到着を祝うイベントが行われます。7月には、フランス柔道選手団が東京 二ゼロ二ゼロオリンピックの事前合宿を実施します。期間中に市民によるおもてなしや子どもたちとの交流を進めます。八月には東京二ゼロ二ゼロパラリンピックの聖火フェスティバルを開催するほか、ナショナルトレーニングセンター競技別拠点として支援しているシッティングバレーボールの 女子日本代表チームが、東京2020パラリンピックに出場します。東京2020オリンピック・パラリンピックの機運を、市民が共に感じることができる取り組みを進めます。姫路城を生かした歴史体感プログラム事業当時の衣装や生活が描かれた絵図などを参考に、 時代衣装や調度品などを制作し姫路城で千姫の着物の展示や歴史体験のほか大名行列の再現を目指します。そのほか姫路城冬の特別公開や世界遺産姫路城マラソン2020の開催人権啓発センター開館10周年記念事業を行います。 新春対談「輝く姫路へ夢を追い続ける熱い思い」4月に就任した清本市長とテレビ業界を通して社会全体を見てこられた吉田雅樹さんが対談自らの信念これからの時代に求められる人姫路が若者に選ばれるために必要なことについて話し合いました。 吉田さんのプロフィールです。昭和34年1959年生まれ姫路市出身姫路西高校東京大学を卒業後昭和58年1983年にフジテレビ入社夢で会えたらうっちゃんなんちゃんのやるならやらねば 笑う犬の生活「ネプリーグ」「トリビアの泉」といった数々の人気番組を手掛けられました現在はネプチューン林修めぐみとしや明などのタレントが所属する渡辺エンターテインメント会長で金融サービスなどを展開する SBI ホールディングス社外取締役でいらっしゃいます。 吉田ささんの老いいちを教えてください吉田高校まで姫路で過ごし大学を卒業してからずっと東京で仕事をしていますフジテレビに入ったのはロールモデルがない仕事をしたかったからフジテレビ退社後は人間を作ることに戻って芸能プロダクションやベンチャーの若者たちを育てる仕事などをしています さまざまな「人」を見てこられた吉田さんが考えるこれからの時代に求められる人とは吉田新聞がラジオにラジオがテレビにテレビがインターネットになり時代はどんどん進むけれど一番大事なのは最初の「一滴を作れ」ってこと。人の真似をしたテレビ番組は滅びてゆく。 やったことがないことをやる人を大事にしてほしいし、勇気を持つってことが大事ですね。そういう意味では、市役所の室温25度設定を初めてやられるなど、市長は相当勇気を持っているなと思います。市長、私自身、人がやっていないからできない、前例がないからできないっていう説明を受けるのが嫌いです。 やっていないならむしろやる価値があるじゃないかって吉田うまくいっているものをやってうまくいくのは当たり前当たるかどうかわからないものをやるっていうのはすごい冒険心と勇気ですよ医者を辞めて市長になられたこともそうですが戦ってこられたであろう市長の人生に思いが巡ります 市長、私は、医大生がバイク旅を通じて、貧困や差別といった医者では変えられない社会の矛盾に気づいて成長していく、モーターサイクル・ダイアリーズという本の壮大なストーリーに引き込まれて、医者を目指すと決めました。医者になってからも、決して順風満帆だったわけではありません。それででも離島での診察や 東日本大震災の現場など、それぞれの場所でやり尽くしたと言えるように、懸命に頑張ってきました。与えられたチームの中で最善を尽くして、俺たちはベストを尽くしたって言い切れるぐらい、完全燃焼できたら、次にまたつながるのではないでしょうか。吉田、全く同感です。若い人へのメッセージとして言えば、 勝ち続けている人って弱いんですよ。失敗から学べるわけで、失敗した回数の多い人が最終的に大成功する。でも、オリジナルなことをやろうとすれば、大体失敗しますよね。それがベンチャーマインド。そんなもんじゃないですか。市長、できると信じているけど、できないこともいっぱい。 いっぱいありますでもその中でぶれないことが大事です私は医者を辞めて市長になりましたが人の命に関わることから絶対に逃げないという信念は変わりません。これからは政治でないと救えない命に向き合い姫路を人が輝く町にしていきますよ。吉田 最初の一滴を作る人の思いが時代を変えてゆくでも時代が動くかどうかは結果論なんですね大きな夢を持つこと定められたレールを違うところから見ることを若い時にしておいてほしいそれとお金が欲しいという発想でいると儲かりません自分のやりたいことを貫いてそれが人のためになれば 自然ととと求められるという体験をちゃんとした方がいいテレビマンの後輩によく言うことがあって私たちは子どもの頃にテレビを見ていやーあれ面白かったなーって思うそれは視聴率が何パーセントという記録ではなく人々の記憶に残るものだからテレビ業界に憧れて入社してくるわけです。 僕らが先輩に育てていただいたようにああいう番組を作りたいこういうことをしたいと影響を与えられる人になれればとても幸せじゃないでしょうか姫路が若者に選ばれるために必要なことは市長生活の中でワクワクすることがある間違い。 子育てに充実したサポートがあって芸能やスポーツイベントファッションなど世代を超えて見に行こうと思える一流のものに時々触れられる街祭りの盛んな地域では祭りがその役割を果たしていて祭りへの熱気が地元への愛着にもつながるわけですそういうわくわく感を祭り以外でも感じられるようにしたいし そののための仕掛けを官民挙げてでできれば楽しいですね吉田住んでいる人だけで満足せずにいろいろな人を呼び込むことも必要ではないでしょうか祭りもそう地元で楽しんで完結してしまうのではなくてもっとオープンにやるその中で生まれる出会いや偶然が大切でその人の一生を変えることもあります。 市長、昨年から大手前通りを歩いて楽しい空間にしようというプロジェクトが始まっています。できるだけ細かな規制をせず、地元の起業家に自由な発想でやってもらう、若者たちのエネルギーがはじけるような面白いことをやってもらいたいし、姫路だからできる仕掛けをしてくれる人を後押ししていきたいですね。吉田。 姫路を盛り上げるには住んでいる人が中心にならないとダメその人たちを外から盛り上げる気持ちは大いにありますから東京に住んでいるとシンボルがなくて寂しいと感じることがあります高校生の時はわざとバスに乗らないで学校から今の高校園のあたりを歩いて帰ったこともありますそしたら 川の中に白鷺がいたりして我々にとって普通の風景がよそから来た人にとってはすごく心を打たれる風景なんだと姫路を出て初めて気づきます姫路には人を呼び込めるところ自慢できるところがいっぱいありますよ市長そうですね先人たちが守ってきた この愛する姫路、このハリマの中核市としての姫路を本当に住みやすい、住んで良かったなと思える町にするため、今年一年も頑張っていきます。聞き手は、姫路ケーブルテレビ、吉川佳代さんでした。平成31年、令和元年。市政重大ニュース。 平成から令和へ、時代が移り変わったこの1年も、様々な施策を展開しました。姫路駅南駅前広場の再整備が完了しました。平成29年10月から再整備工事を進めていた姫路駅南駅前広場が、平成31年3月に完成しました。バス、タクシーと、 一般車の乗降場を分離し、広場のシンボルとなる大屋根と、そこから連なる屋根を、それぞれの乗降場に整備しました。雨に濡れずに、乗り換えや送迎ができるようになりました。また、車道の横断をなくし、歩行者が安全に通行できるようになりました。姫路市政志向130周年明治 22年、年、全国38市とともに日本で初めて市政が施行されてから平成31年年月で130周年を迎えました。これを記念して4月1日に文化センターで姫路市政施行130周年記念式典を開催しました。 市政の発展や市民の福祉の増進に貢献された1545人、195団体を表彰しました総合福祉会館がオープンしました4月1日、新たな地域福祉の中核的拠点として総合福祉会館がオープンしました 福祉の支援を必要とされる人への相談窓口を集約、他の相談機関などと連携し、制度の狭間や一つの窓口では解決しないような困りごとの相談に対応しています。また、福祉制度や福祉ボランティアの活動情報等を収集・発信するほか、地域福祉を支える担い手の交流や連携を進めています。 清本スタート人を大切にし人に寄り添う市政へ4月30日清本秀康市長が就任活力あふれ人が輝く生きがい先進都市の実現を目指し「ライフという英語に込められた3つの意味「命」「一生」 暮らしを守り、支えていく重点方針を立てて、人を大切にし、人に寄り添う姿勢に取り組んでいきます。東京2020オリンピック聖火リレーの実施決定東京2020オリンピック聖火リレーが姫路市で実施されることが、 6月に決定しましまた。合わせて「セレブレーション」それぞれの日最終聖火ランナーの到着時に聖火到着を祝うイベントが姫路城三の丸広場で実施されることが決定しました開催日は令和2年5月24日日曜日の予定で 姫路城周辺の坑道を聖火ランナーが走ります私立幼稚園小学校中学校などにエアコンを設置熱中症などの重大な健康被害を防ぎより良い教育環境を確保するため私立幼稚園小学校 中学校などへののエアコンの設置を開始しましまた。幼稚園では6月に工事が完了し7月から利用を始めました小学校中学校などでは令和2年3月にすべての学校の工事を完了する予定です 働き方改革の一環としての下記7月16日から8月31日に市役所本庁舎の室温を25度に設定し仕事の効率に及ぼす影響を検証しました職員アンケートでは業務効率が とても向上した少し向上したが85%就業意欲がかなり高まったやや高まったが83%という結果になりました電気ガスの経費はやや増加しましたが時間外勤務時間数は昨年と比べると減少しました 仮称県立播磨姫路総合医療センターが建設工事に着手。9月6日兵庫県主催で仮称県立播磨姫路総合医療センターの起工式が開催されました。令和4年度上期の会員に向け、整備が進められており、姫路市としても。 整備用地や周辺整備などの協力を行うほか県と連携し地域医療体制の強化を進めていきます北ウェールズ婚姻以と姉妹城提携を締結10月29日姫路城と英国北ウェールズの婚姻以との 姉妹城提携の上院式を行いました。姉妹城は1989年に提携したフランス・ロワーズ県のシャンティ城以来2つ目となります。またそれに先立ち9月23日に姫路城三の丸広場で10月27日に文化センターで ウェールズが出場したラグビーワールドカップの試合のパブリックビューイングを開催しました。大手前通り活用チャレンジ2019道道を実施。11月、公民連携による大手前通り活用チャレンジ道道を実施しました。 姫路のおいしい食やクラフトショップが大手前通りに集結沿道の空き店舗を活用した期間限定のポップアップショップや通りに茶室ややぐらなどを設置し多くの市民や観光客がいつもとは違う大手前通りを楽しみました「市政ホットニュース」。 11月2日3日大天使を背に熱戦の火花散る姫路城三の丸広場で戦国衣装をまとった中学生を駒に見立ててプロ棋士が対局する人間将棋姫路の陣を開催しました。メートルの巨大な板上で、 熱戦が繰り広げられたほか俳優山本耕史さんのトークショーや詰将棋クイズ子ども将棋教室なども行い将棋を満喫できる一日になりました11月10日被害を最小限に抑えるためにエコパークアボ市などで総合防災訓練 国民保護訓練を実施しました。発生する可能性が高い南海トラフ地震や、イベント会場での化学剤散布を想定し、防災力の強化や初動対応力の向上を図りました。また、11月7日には、首里城の火災を受けて、姫路城で緊急の防火訓練を行い、 不足の事態に備えました。11月17日、山々にこだまする笑い声。グリーンステーション鹿がつぼで、森林林業体験フェア、姫路森の祭りを開催しました。ジビエ料理の試食やウォーキング、林業機械の実演など、盛りだくさんの催しを通して、 森の大切さや木の魅力などに触れ林業を楽しみながら学びました11月19月日、文化コンベンンンベションセンターをみんなで盛り上げよう。令和3年秋の文化コンベンションセンター開館に向けて専門家の意見を聞くフォーラムを姫路キャスパップ ホールで開催しましまたセンターへのさまざまな期待や可能性活用方法などについて話し合いにぎわいづくりのために市民参画が欠かせないなどの意見が出されました「広報推進員の一押しイベント」「1月12日消防出初め式」。 幼年消防クラブの演技や消防団によるはしご乗りレスキュー一斉放水演技などを披露します姫路城を背に披露されるはしご乗りは迫力満点観覧時は消防団の名前が入った「ハッピーにも注目してくださいね日時は1月12日日曜日。 午前9時30分から午前11時50分、雨天時は午前10時から文化センター小ーホールで内容を変更して実施します。場所は白トピア記念公園。お問い合わせは消防局総務課。電話番号223-9503番です。 2月2日、姫路トレトレ市、阿保市牡蠣まり。新鮮な殻付き牡蠣やむきみ牡蠣などのほか、農作物や海産物、加工品などの直売、牡蠣を使った創作料理や焼き牡蠣も楽しめます。阿保市ふれあいフェスティバルも同時開催。 日時は2月2日日曜日午前10時から午後3時場所はエコパーク網干市。お問い合わせは姫路トレトレ市網干しかきまつり実行委員会電話番号2 7 2 9 1 6 6 山陽網干駅からシャトルバスを運行電車などの公共交通機関をご利用くださいお問い合わせは水産漁港課電話番号221-2474番です特集「未来に歌い継ぐふるさと参加」音楽の街姫路を目指し 様々な事業を展開している姫路市今回はふるさと姫路を思い歌った2つの歌「公共詞姫路」と「夢ある街」を紹介します歌に込められた姫路への思いを皆さんも一緒に歌い継いでいきましょう「公共詞姫路」楽曲紹介「公共詞姫路」は「 1989年姫路市政100周年を記念して制作されたもので今年度で30周年を迎えました第1章姫路の曙けの第2章城千姫に寄せて第3章子供の祭り第4章栄光の世紀への 4つの楽章からなり作詞は姫路を熟知されている歌人の小川口塩子さん作曲は日本を代表する作曲家である池部慎一郎さんです毎年2月には「公共詩姫路」合唱コンクールを開催するなど初演から30年たった今も 子どもたちや地域の音楽団体を中心に大切に歌い継がれています公共市姫路合唱組曲の楽譜を配布していますより多くの人に歌っていただけるよう公共市姫路合唱組曲の楽譜を無料で配布しています希望する人はホームページに掲載している申込書を 郵送かファクス電子メールで文化国際化へお願いします住所は郵便番号670-8501安田4-1ファックス221-2419番電子メール BUNKAKOKU

作曲者に聞く「交響詩姫路への思い」公共詩姫路を書いたのは1989年姫路の姿生嗜好100周年の記念であった。こう川口潮子さんの詩が素晴らしく気持ちよくというか乗って作曲したことが忘れられない。この曲による 合唱コンクールさらにオーケストラや吹奏楽による演奏も続けられており姫路市の取り組みは同目に値する素晴らしいと心から思う姫路市文化国際交流財団芸術監督、池部新一郎さんでした。前回コンクールで小中学生の部 最優秀賞を受賞した高齢中学校コーラス部に聞きました第4章は未来へ踏み出す私たちと姫路の曲なので姫路の街並みを思い浮かべ歌いました緊張の中互いを励まし堂々と高齢中学校らしい私たちらしい演奏ができました 高齢中学校コーラス部難度の高い楽曲で苦戦しましたが曲の素晴らしさが生徒の心に響き練習の成果もあって最優秀賞をいただくことができましたオーケストラとの共演も貴重な体験となり人間的に成長してくれたと思います指導者の竹上孝子さんでした 夢ある街は姫路市政施行100周年を記念して開催された1989年姫路白トピア博のテーマソングとして制作されました作詞作曲は佐藤宗幸さん 歌は島田加穂さん明珍東風鈴の繊細な音色の前奏から始まり語りかけるような心地よい調べが心に響きます「公共詞姫路」と同じようにこれからも世代を超えて歌いたい姫路の歌です音源や楽譜はホームページで。 夢ある町の音源楽譜はホームページに掲載していますのでご活用くださいまた白トピア記念公園には夢ある町の歌詞がありますのでぜひ一度訪れてみてください音楽の町姫路ホームページが新しくなりましたこの度 音楽の町姫路のホームページをリニューアルしました。公共市姫路をはじめ、姫路の音楽情報を発信しています。ぜひご覧ください。イベント情報です。第30回公共市姫路合唱コンクール 池部慎一郎さん、兵庫県合唱連盟最高顧問の諏脇光和さん、声楽科の林由美子さんを審査員に迎え、二部構成。第一部は小学生、中学生。第二部は高校生、一般で開催します。日時は、 2月2日日曜日午後1時から場所はパルナソスホール入場料は無料ですお問い合わせはパルナソスホール電話番号297-1141番です公共誌姫路演奏会 池部真一郎さんの指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏でコンクールの受賞団体が美しい歌声を披露します日時は3月8日日曜日午後3時から場所はパルナサスホール入場料は一般2,000円 高校生以下、千円、全席指定です。お問い合わせは、パルナサスホール、電話番号、297-1141番です。公共市姫路、街角コンサート。日時は、1月25日土曜日、午後3時からと、 午後3時45分からです場所はイオンモール姫路リバーシティ1階タワーガーデン出演は姫路ウィンドアンサンブル観覧料は無料です市民ロビーコンサート浜っッコーラスが「夢ある街」などを歌います。 日時は1月27日月曜日、午後0時20分から。場所は市役所市民ロビー。観覧料は無料です。マイナンバーカードで便利なことをお伝えします。マイナンバーカードは身分証明書として利用できるほか、 いろいろな場面で便利に利用できることをご存知ですか今後もますます便利になるマイナンバーカードをこの機会に取得しませんかマイナンバーカードとはマイナンバーカードは本人の申請により交付される IC チップ付きのプラスチック製カードですカードには氏名住所性別 生年月日、マイナンバー、個人番号、顔写真などが表示されています。IC チップ部分には、税や年金などの個人情報は記録されておらず、いろいろなセキュリティ対策が施されています。マイナンバーカードで利用できるサービスです。コンビニなどで住民票の写しなどの証明書が窓口より、 100円安く取得できます児童手当の請求や e-Tax を使用した確定申告などの各種行政手続きがパソコンやスマートフォンなどからオンラインで申請できますパソコンやスマートフォンで利用できるマイナポータルで行政機関等が保有する 自分の情報ややり取りの記録が確認できます姫路市立図書館愛宵市、阿光市、福崎町、上川町の図書館で図書貸出券として利用できますこれからますます便利になります令和2年度に実施予定は民間キャッシュレス決済手段に 一定額を前払いとすると、マイナポイントが上乗せされ、お店やオンラインショップでの買い物に利用できます。令和3年3月から順次、健康保険証としての活用も予定されています。ただし、予定のため、内容は変更になる場合があります。マイナンバーカードをお持ちでない方は、まず申請をお願いします。 マイナンバーカードの申請方法です。マイナンバーカードは、郵送、パソコン、スマートフォン、一部の街中の証明写真機から申請することができます。申請の方法については、ホームページで確認してください。また、市役所1階の住民窓口センター、各支所、地域事務所、出張所、サービスセンター、 駅前市役所でも申請できます。縦4.5センチ、横3.5センチの顔写真をお持ちください。カードができましたら、交付通知書をお送りしますので、住民窓口センターに受け取りに来てください。次の必要書類があれば、申請時に本人確認と暗証番号の設定を行い、 本人限定受け取りでの郵送でカードを受け取ることができます。カードの交付までには、1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。必要書類です。通知カード免許証・健康保険証などの公的な身分証明書2点の本人確認書類住民基本台帳カード ある人のみですなおマイナンバーカードを既に申請して交付通知書が届いている人は交付通知書と同封の案内書を確認の上早めにカードを受け取ってください。また本人が15歳未満または成年非後継人の場合は法廷代理人の同行が必要です。詳しくくは住民窓口センターまでお問いい合わせいただくか ホームページで確認してください。マイナンバーカード用顔写真の出張無料撮影を行います。年末年始を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後4時に、住民窓口センターで顔写真の無料撮影を行っています。それ以外にも、各支所・地域事務所で 無料撮影を行いますので、日程など詳しくはホームページで確認してください。マイキー ID の設定についてです。マイナポイントの申し込みに必要なマイキー ID は、パソコンやスマートフォンから設定ができます。設定方法など詳しくはホームページで確認してください。また、 マイキー ID の設定を支援する窓口を設置しますので、そちらもご確認ください。お問い合わせは、マイナンバーカードの多目的利用については、情報制作室。電話番号、221-2167。マイナンバーカードの申請については、住民窓口センター。電話番号、 二二一の二八三九。マイキーアイディ設定の支援については。プレミアム付き商品券担当。二二一の。二九二九番です。あの街、この街。ご即位を。みなでお祝い。 10月22日、臼杵八幡神社で天皇陛下のご即位を祝うパレードが催されました国家斉唱や万歳三唱の後、宇氏子らが上りや日の丸の小旗を振ってお旅所から神社まで練り歩きました広畑区小坂山本秀信さんでした 地域の伝統を次世代へ10月14日15日大塩天満宮で宝くじ事業の助成を受けて新調された獅子が舞いを奉納。参加した人々は地域に伝統がある喜びとそれを次世代に次ぐ使命感を改めて感じました。 別所町小林、宮下博光さんでした。わきあいあいと楽しく9月29日、桜山公園でスポーツクラブ21大市青山主催のグラウンドゴルフ大会が開催されました。それぞれの地区からおよそ90人が参加し、 季節外れの暑さの中で、汗を流して楽しみました。町角特派員、新免吉津さんでした。でし1月10日から2月9日までの保健便りです。予約制の専門医による心の健康相談は、保健所で1月21日火曜日、1月23日木曜日、 時時時間はいずれも午午後後1時30 3分から午後3時までです。予約制のアルコール問題相談は保健所で1月23日木曜日時間は午後1時30分から午後3時まで予約制の生活習慣病相談は保健所で1月14日火曜日 1>, 1月21日火曜日1月28日火曜日2月4日火曜日時間はいずれも午午前前時時から午前11時30分までです。予約制のエイズ検査は保健所で1月16日木曜日時間は午前9時30分から午前11時30分まで。 保健所で2月5日水曜日時間は午後6時から午後7時まで予約制の難病相談は保健所で2月4日火曜日時間は午前10時から午前11時30分までなお4ヶ月時10ヶ月時1歳6ヶ月時3歳時のそれぞれの検診や 7ヶ月時の健康相談は対象者へ個別にお知らせします予約と詳しいお問い合わせは「心の健康相談アルコール問題相談は保険所健康課、電話番号2 8 9 1 6 4 5生活習慣病相談は保険所健康課、2 8 9 1 6 4 5 一六九七。エイズ検査難病相談は。保健所予防課。電話番号。二八九の一六三五番までお願いします。家島町休日当直医は。家島診療所で。一月二日木曜日。一月十八日土曜日。一月十九日日曜日。真浦クリニックで。 12月28日土曜日12月29日日曜日1月25日土曜日1月26日日曜日、防税委員で12月31日火曜日1月1日祝日1月4日土曜日1月5日日曜日1月13日祝日 2月8日土曜日、2月9日日曜日、いずれも事前に連絡が必要です。12月30日月曜日、1月3日金曜日、1月11日土曜日、1月12日日曜日、2月1日土曜日、2月2日日曜日は、当直位がいないため、 休館の場合は、百十九番へ連絡してください。診療時間など、詳しいお問い合わせは、家島診療所。電話番号、三二五の零四八五。真浦クリニック。三二五の零九九五。大勢院。三二六の零二五三番までお願いします。 今月のお知らせピックアップ姫路で地震は起こらないと思っていませんか地震が起こらないと多くの人が思い込んでいた神戸地方で平成7年1月17日に阪神淡路大震災が発生しました地震を未然に防ぐことはできませんが私たち一人一人の ちょっとした工夫や気づきで被害を減らすことができます今できることから始めてみませんか建物の耐震化阪神淡路大震災では昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅を中心に大きな被害が出ました建物の耐震化を進めましょう 家具などの固定と、危険ブロック塀の撤去。地震発生時には、テレビや食器などの落下物、家具の転倒など、身の回りのものが凶器となります。普段から、落下、転倒防止対策をしておきましょう。ブロック塀も倒壊の恐れがありますので、必要に応じて、 専門業者などに相談してください。防災グッズ、食料、飲料水などの備蓄。最低でも家族の3日分は備蓄しておきましょう。食料は消費、賞味期限に留意し、ローテーション方式で消費、買い足しを行うことで、 いいざという時の備えにつながります家族で防災会議家族が離れている時に災害が発生した場合の連絡方法や避難場所避難経路などについて「命のパスポート」を活用して家族で定期的に話し合いましょう令和元年台風 第19号の被災地へ職員を派遣しました東日本を中心に被害をもたらした台風により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます被災地の家屋被害認定調査避難所運営支援 健康管理支援、応急修理受付支援のために、姫路市から職員18人を派遣しました。お問い合わせは、危機管理室、電話番号223-9595番です。緊急通報機器、安心コールのご利用をお願いします。 緊急時にコールセンターから協力員や係員、民間警備会社へ駆けつけ要請、消防局へ救急車の出動要請ができる緊急通報機器を貸し出しします。詳しくは、ホームページで確認をお願いします。対象は、次の1から3、すべての条件に該当する人です。 1, 1姫路市内に居住する65歳以上の1人暮らしの人か65歳以上で同居者が寝たきりなどによって緊急時に対応ができない人2固定電話の契約がある人3協力員おおむね5分以内で利用者宅へ駆けつけることができる人を2人 確保できる人、危機設置費として8,800円、市町村民税非課税者は無料です。なお、希望者は自宅の鍵を預け、緊急時に係員が会場することもできます。なお、コールセンターは24時間365日、看護師が待機しており、 1> 月1回、利用者へ健康状態などの確認を行います。お問い合わせは、高齢者支援課、電話番号221-2317番です。姫路御祭り見て、聞いて、触れて、体験しよう。 NPO やボランティア団体などがステージや展示などで活動の成果を発表します NPO やボランティア活動に関する相談も行います景品がもらえるクイズラリりもあります日時は2月2日日曜日午前10時から午後3時まで 場所は市民会館です。お問い合わせは市民活動ボランティアサポートセンター。電話番号。二八一の。二六六零番です。お知らせのコーナー。令和二年成人式。日時は。 1> 1月13日祝日、祝午前11時から午後0時5分場所は文化センター内容は清本市長のお祝いの言葉や新成人の誓いなど対象は平成11年4月2日から平成12年4月1日に生まれた人で。 姫路市内に住所がある人、来場には公共交通機関のご利用をお願いします。新成人らしい節度ある服装でお越しください。お問い合わせは、障害学習課、電話番号221-2782番です。 障害学術振興基金への寄付にご協力を姫路市では障害学術振興基金の運用益を財源として市内在住で市内の私立大学短期大学の学生を対象に返還不要の一般奨学金を支給しますただし専攻があります。 当該奨学金の継続のためこの基金への寄付金を募集しています寄付の方法など詳しくはホームページで確認をお願いしますお問い合わせは企画政策推進室電話番号「221-2596番」です一生自分の歯で食べよう。 ハッスルライフ2019日時は2月2日日曜日午後1時から午後2時30分場所は南保健センター内容はブラッシング指導フッ素塗布顕微鏡による口腔内細菌の観察唾液テスト歯科相談 高齢者のみ咀嚼・演技テストがあります。対象は姫路市民、定員は百五十人。お申し込みは一月二十九日水曜日までにお電話で保険所健康会お願いします。保険センターなどで年四回実施しています。参加は原則 1>, 1年度に1回限りです。お問い合わせは、保険所健康課、電話番号289-1697番です。考古学園大学校作品展について、日にちは、1月12日日曜日から17日金曜日、19日日曜日から24日金曜日と、 26日日曜日から31日金曜日までです時間はいずれも午前9時から午後4時まで金曜日は正午までです場所は考古学園大学校校道内容は考古学園大学校の学生による授業やクラブ活動の成果を作品として展示しますお問い合わせは 高校学園大学校電話番号番です星野ルネ国際理解講演会について日時は3月8日日曜日午後2時から午後3時30分まで場所はイーグレ姫路アイメッセホール内容は漫画家タレントの 星野ルネさんが「姫路育ちアフリカ少年と発見する多様性の壺。」と題して講演します。定員は人。お申し込みは2月9日日曜日までに直接か、はがきファクスホームページで件名住所郵便番号参加者全員の氏名ふりがな 年齢、電話番号、学生は学校名、学年を国際交流センターへお願いします。住所は郵便番号、六七零の零零一二。本町六八の二九零。飯倉姫路三階。ファックス番号は、二八七の零八二四番です。 応募は一人一通で、同伴者は一人までです。お問い合わせは。国際交流センター。電話番号。二八七の。零八二零番です。青少年健全育成市民大会。少年の主張、弁論大会、姫路市中央大会について。日時は一月二十五日土曜日。 午後1時30分から午後5時まで場所は市民会館大ホール内容は青少年団体永年指導者への感謝状贈呈や中学生代表15人による弁論発表などです定員は800人当日受付先着順です詳しくは青少年センター 電話番号「3 3番です。日曜朝一。日時は2月2日日曜日午前8時30分から午前10時まで場所は「農業振興センター」内容は「新鮮な季節の野菜のほか鉢花花苗アリッサムビオラ」 ガザニア、サイネリア、ポリアンサ、ロベリア。などを。農産物販売所などで。販売します。お問い合わせは。農業振興センター。電話番号。二六三の。二二二零番です。手柄山温室植物園。新春洋蘭店。期間は。 1>, 1月11日土曜日から19日日曜日まで内容は冬咲きのカトレアを中心におよそ150種300点を展示します即売もあります12日日曜日と19日日曜日午前11時から展示説明会を開催します入園料が必要です 手柄山温室植物園の住所は郵便番号670-0972手柄93開園は午前9時から午後5時まで入園は午後4時30分までです入園料は大人210円6歳から中学生は100円です休園日は金曜日 祝休日の場合は、前日がお休みとなります。電話番号、二九六の。四三零零番です。姫路文学館。企画展、生誕百二十年記念。廃人。永田光一展。期間は、一月十一日土曜日から。四月五日日曜日まで。内容は。 加古川市生まれの孤高の俳人、永田浩衣、多くの芸術家たちからの称賛を集めた独自の俳句世界と、満開人生と称された97年の豊かな生涯を紹介します。観覧料は一般310円、高校生・大学生210円、小学生・中学生は、 円です姫路文学館の住所は郵便番号6 7 0 0 0 2 1山の市町84開館は午前10時から午後5時まで入館は午後4時30分まで休館日は月曜日祝休日を除きます。祝休日日の翌日 土曜日日曜日日日を除きますす電話番号8 8番号で,すです姫路市の人口と世帯数です人口男25万6464人女27万3824人合わせて53万 二百八十八人、前月と比べて七十五人減少しています。世帯数、二十二万一千三百八十九世帯、前月と比べて百五十五世帯増加しています。姫路市の人口と世帯数でした。 声の広報姫路はいかがでしたでしょうかさて今年はいよいよオリンピック・パラリンピックが東京で開催されますこの好機を活かして今後も市民の皆様とともに姫路の街をさらに元気にしていきたいと考えています本年も皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします 声の広報姫路へのご意見・ご感想、市政への提言がある場合や、現在、カセットテープ版をご利用の人で、レイジー版 CD や音楽 CD 版の貸し出しに変更を希望される場合は、お気軽に広報か電話番号221-2072までお知らせください。 各姫路市広報課制作グループ Q でした。